うすげえ。意識すんなよ。意識するやろ。カメラ回るとか、なんかちょっとこう構えてまうとかあるやろ。ちょっとそういうの今日一日で撮っていこうね。カメラ回ってても普段の自分出していこうね。やっぱ映えますね、僕。島サバイバルの旅、イエーイ。やはい、うん、いいね、いいや、行きましょう、いいね、うん、そういうこと、そういうこと分かってるね。やってた、盛り上がやってた、いや全然できますんで、やってた。ほぼ YouTuber なんです。どうも、テポゲです。で、後ろに今日はね、3人で淡路島サバイバルやっていこうと思います。で、後ろにいるのが痛みのジェイです。決勝決勝かっこいいじゃん。で、後ろにいるのがジェイ、うん、こいつがジェイね。この変な頭してるやつがジェイです。覚えてやってください。よろしく。で、隣にいるのがブルーアイズです。ブルーアイズです。そう、ちょっとね、目がね、特徴的な隣のやつ、ちょっとやっぱ生まれ持ったものやから、うん、正直あんまりコメントとかでいじってほしくないし、うん、そういう風なちょっと嫌な思いさせてほしくはない。うん、変な目してるなとか、ちょっと心のないコメントはちょっと控えてもらいたいかなっていうところがあるんで、そこら辺お願いします。で、こいつの、呼び名は、アザヤロウ。そういうしかないと思うね。ジェイとアザヤロウで、アザヤロウで、アザヤで、一泊二日、淡路島サバイバルやっていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします、はい。で、今ね、まだ伊丹市にいるんで、今から、淡路島行くんで、多分途中でもし泊まることがあったら、そこでね、またちょっとカメラ回して途中経過と、うん、あ、基本的な説明しなかったね。基本的な説明で言ったら、持ち込みは水だけ。はいはいはい、うん、水だけ、はい、食料は確保する、釣り、うん、もしくは山で採る、うん、キノコ、キノコでしょうね、うん、あるとしたら、うん、うん、キノコ、キノコ食べてそうなった、キノ親が食べてたんですかね。親のせい、親のせい。まあ、だから、魚とかそういう草とか取って食べると、うん、そういう感じでやっていきますんで、はい、生き残ろうね、お任せください、はい、じゃあ淡路島に行くぞー。ドーイ。OK です。